はいひとつきまんしみです本日はですね株価暴落そして日本銀行上田さんの発言で利上げ決定でこれに関するですね万博への影響というですね、まあ、いつもは経済ネタといえば東京大学の安富さんとやっているんですけどもこういう大型イベントに関してですね利上げの影響がどういうふうにあるのかっていうのは。 意外とあの皆さん知られていない事実ですのでこれきちんと説明しておかなければだめだなというふうに思って、えー、元白鸚堂作家の本間隆さんと万博批判とか含めて話をしていきたいなというふうに思います。っていうのもですね、えー、万博担当大臣の地味花子さん、えー、こちらがですね万博整備費3度目の増額考えず地味担当省厳格管理を強調というふうにこれ7月31日にですね この発表をしたんですよねで既に万博の予算というのは当初の1.9倍の2350億円に膨張してるんですよね。でこの3回目に関してはもうあの追加費用は見込まれるかもしれないけど現在の整備費でなんとかしろっていうふうにこう突っぱねてるんですよ。でこれはあの実は日銀総裁の発言。 えー、7月31日のですね利上げが決定されたことと実は関連してる話なんですよねで、これなんでそこが関連するのえぇ、ー、って思うかもしれませんがえー、これね、まあちょっと今日はクロートな内容というかオタッキーな内容になるかもしれませんけど大変重要なポイントだと思いますえー、これについて話をしていきたいと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでまず、あの分かりやすくね この発言を、地味さんの発言、地味花子、えー、万博担当大臣ですけども、えー、この地味花子万博担当大臣といえば、ですね、えー、コロナウイルスの,あのダイヤモンド・プリンセス号の時にですね、えー、厚生労働省の政務官だったんですけども、副大臣の橋本岳さんと、ですね、えーと、ちゅっちゅうふふしてたと、濃厚接触してたと、でしかもそれが不倫だったと。 でしかもその後に橋本岳さんが確か離婚して略奪婚で結婚してるんですよね、この人。<laughs> なかなかのあの除血ですよね。素晴らしいと思で、まず政局だけで考えるとどうして政府がこのタイミングで言ってきたのかこれは維新へのの嫌がらせですこれもうあの維新からすると、このね。 うちらが持ってきた万博やでー万博やでー大阪万博やでーっていう風にこう言ってたんですよ。でも思いのほか費用がどんどん上がっていくと。で大阪市民だけでですねこれを吸収すると大体赤ちゃんも含めて1人当たり4 5 0万円かかるんですよ。どうですかねそんなことだなったらもう壊滅するじゃないですか一心だから、うん 大阪万博やでーって言ってたけどいやこれは日本万博ですはいこれ日本万博なんですっていうふうにこう言い出してですねえー、と国民みんなで負担しようっていうことになったんですよねまあオリンピックの手口と一緒ですよ、うん、でそれはまかりならんっていうふうにあの自民党側からの維新への嫌がらせです、うん、なんでかっていうと 自民党からするとあの維新ねもう大阪でもう単独過半数持っちゃってるから大阪の市議会と府議会とかでなので、えー、もう落ちてほしいわけですよ自民党をねあの大阪自民党をもう一度みたいな感じで臨んでるわけですよだけども,もう維新が壊滅してくれたら嬉しいですよね で、選挙の時とかに、皆さん大阪万博思い出してください。皆さんの負担は一人40万、50万、赤ちゃんまで含めてですよ。そんなことをした維新を許さないっていうふうにですね、いや、て米が認可したじゃねえかよ、政府がって。まあ、置いといて、やったら落ちちゃうじゃないですか、維新。だからこれ、揺さぶりかけてるわけですよ。これ、間違いないですよね、これは。そうね。うん、まあ、あのー、まあ、ともかく。 まあこれ言い方がまたちょっと絶妙なんだ、うん、整備費はもうこれ以上増やさないって言ってるんでねで2350億円の中に全部とにかくやれと、うん、でただし、えー、この記事を見ている限りでは、うん、えっとその最終的に赤字になった時の国の負担については、うん 触れられらていない、うん、で今吉村があちこちで、えー、いろいろ言って叩かれているのは赤字になった時の負担はどうするかっていうのは決まってないんだ, <laughs> だからこれから話し合われるんだって言って、うん、あのー、テレ朝のモー,モーニング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 んだなモーニングショー。 のに出てたその玉川さんに「未だに何にも話し合ってないんですか?」みたいに詰められた、うんだと話し合ってない話し合ってないってどういうことかっていうと赤字になった時にどうしても大阪だけではしょえないから、うん、国もしょってくれやって、うん、まあ吉村は言ってるわけだよね、うん、で地味はそれに対しては答えてないわけで、うん、ここも整備費って言ってるだけで、うん その後の赤字とかになったら、これ整備費と別だからさ、うん、赤字の決算っていうのは。うん、整備費っていうのはあくまで作るためにかかる金であって、うんえー、チケットのチケット2800万枚ぐらい売らなきゃいけない。うん、そのチケットで運営代金を全部回収するって言ってるんだけど、今のところ売れたのはその1割ぐらいしか売れていない。うん、で、それでもし売れないで残っちゃった場合、赤字になった場合、 どういう負担率になるのか、うん、でそこは地味はうまいこと避けてるだからこの<う>まあ言ってみれば脅しですよこれ去年のニュースですけども7月24日2023年なんですけど維新は第二自民党でいいっていう風にババ代表がねこう発言したわけですよでこれ相当叩かれましたけどもこれでまあ維新の人気もね一つ落ちてるきっかけになってるんですけど 吉村さんとかこういうの嫌なんですけどね、うん、なんですけどあのなんでこうやって尻尾を振ってるかっていうとこの万博の予算を大阪だけで負担するのは無理だと馬場、うん、代表は思ってるわけなんですよね馬場さんだって国会議員で大阪府知事やってるわけでもないしで、えー、っと大阪市長やってるわけでもないですから俺は万博のために動いてやってんだよってそしたら第二自民党になってあの躊躇した方がいいじゃないかっていうふうにこう思ってるわけですよ。 でも自民,さんが第二自民党とかっていう風に言われてもねそれだけじゃちょっとふはーみたいな感じで増額は大阪さんでやってもらいましょうかーみたいな風にこう言われてもうそうだよねでそうすると馬場としてはですねああもう私の頭には馬場が詰まっておりますので自民党のクソをなめるなんてもう何でももう丸るで満たしますみたいな感じにこうなっちゃうわけじゃないですか。かこういうこの嫌がらせを、うん、こう今やり合ってるわけですよ。 これだから、ね、でだからまあそのほんと整備費が足りなくなったうん、うん、地味が国はやらない国はもうこれ以上出さないって言ってるってことは誰が出すんだっつったらこれは大阪が出すんだっていうん、かねそういうふうになるわけになるそこの押し付け合いなわけですよね、うん、まあ<で>担当省なんて何の権限もないからな実際のところ あのまあ、これ例えばアイラドットのね、えー、と先月の記事とかなんですけども、えー、この吉村知事につくか馬場代表か維新の顔を2人に亀裂3度目の都構想よりも3度目の分裂が早そうっていうですねまあもう維新分裂するんじゃないのっていう話はですね結構出てます。もともとあの大して志があったわけではないんですよ。 まあ、橋本徹さんがね、まあ、100万歩譲ってあの大阪の惨状もうひどかったから大阪の自民党の不正っていうのはもう腐り果てていたのはこれも事実ですからこの腐り果てていたものを変えるんだとかっていう風に言って大阪維新の会立ち上げてあの腐ったところを切っていったらもっとダブルになりましたみたいな感じに、まあ、っなったのが今の大阪なんですけども、まあ、一応志はあったのよ。 一応あったのあったんだけどもその志すらなくなってしまっていくのかっていうところで今分裂しかかってるこれ間違いない状況なんですよでこれがあの正局として見た場合の,あの話として私はその通りだなというふうに思いますでもねなんでこのタイミングでこういうふうに言ってきたのかっていうとですね あの日銀のこの上田総裁ね本間さんの会で上田さんを取り上げるっていうのはですねなかなかちょっと珍しい感じですけどもはいえと日銀のねあの金融政策決定会合っていうのがあったんですよでこれが7月31日にあったんですよねでえ3月以来のまずゼロ金のマイナス金利解除をしたのがえ今年の,あの3月でございます。 で、えー、上田和夫総裁がですね記者会見で、えー、今回言ったのは0.25%、あのー、金利を上げるというふうに言ったんですよね。うん、でこの日本銀行というのはですね皆さん非常に丁寧な仕事をするところで総裁の記者会見というのはですね<お>もうすですべて次の日にはですねあの原稿がこうやって書き上げられて日本銀行のホームページにアップされるんですよ。うん こなんでかっていうとやっぱり日銀総裁の発言って市場関係者がものすごく注目してるからこうやってあの、まあ、日銀総裁だけじゃないです理事が地方で講演したやつも全部書き上げられてこうやってアップされるんですよでこの中で円高が促進されるとてつもない発言があったんですよそれは0.5%の壁っていうのがあるんですよね でこれどういうことかって言うとですね金利をあのー、過去30年間日本銀行というのは0.5%を超えたことがないんですうん。<laughs> あ一瞬ね固定部合も懐かしい言葉ですけど0.75に触れた時あります2006年とかだったと思う7年くらいですけどもまあでもすぐ下がってですね基本30年間まあ0.5%以下だったんですよで まあ最近はそれがマイナスだったのが0になって0.25になった状態なんですよね。で、30年間、ね、この記者が、えー、こういうふうに質問してるんですよね、えー。金利の先行きの見通しについて、日銀は物価見通しに沿えば中立金利まで政策金利を引き上げていくという方針を示されています。過去30年間 日本の政策金利は0.5%を超えたことととがないいわけけですす。れども、も市場ししても壁としてて壁意識されています総裁の中で0.5%以上の利上げを判断する材料としては現状と比べさらに追加で必要な材料があるのでしょうかそれとも物価が見通し通りに推移すれば判断できるということですかというふうにご質問してるわけですよ。でこれに対してですねあーのー。 日銀総裁の上田さんは0.5%は壁として意識されているかというご質問だと思いますがそこは特に意識していませんうんこれがね昨日めっちゃ円高進んだじゃんこれが一番のポイントなんですよなるほどもう0.5なんてはるかに超えていくぜって言ったそうそうそう0.5とかもう何だったら0.75、うん、もっといくぜ っていうふうにこう取れる発言じゃないですよん、うんそうね、でウイザーさんどうしちゃったのみたいな感じでこれサプライズだったんですよ0.25%利上げに関しては予測の範囲内だったんですよねだけどもえ9.5壁じゃないのってってことは0.751パー超えていくんですかみたいな風にビビったわけですよ市場がねなる あの円のキャリートレードとか、あのそういうヘッジファンドたちからするとですね、ひょえーってなって、一時期148円までバーンっていうふうに円高いったわけなんですよね。で、それに合わせて、えー、っとものすごい今、株価下がってるじゃないですか。うん、すごいよね。あのこれ、円はい、えー、これ NHK のニュースですけど、2000円以上値下がりをこうバーンってしてるんですよね。 でこなんでかっていうと、別に利上げだけの問題じゃなくって、基本的には、あの1、まあ、つ、アメリカの景気がね思ったより悪いかもっていうところで、ちょっと株価が下がってで、そこに利上げの分も含めて、どんと、こういってるわけなんです。ただ、株を持ってない一般庶民からすると、別に気にしなくていいと思います、この動きに関しては。で、それよりも気にするべきポイントっていうのは、 利上げっていうことはまあ国債の調達費もコストが上がるのと同時に企業の調達金利っていうののがが上がるわけでですよううんで企業の調達金利っていうと,、えー、とまあ何,何のことだか分かんないっていうふうに思うかもしれませんけど例えば何か皆さんが買う時に金利が高いとちょっと買い物しづらいですよね。で じゃあ例えばですね、一瞬、あーのー金利がちょっと工程場で高くなった時の0.75%を超えた時って2006か7年だったと思うんですけども、その時の住宅ローンの金利って皆さん覚えてますか<う>これね、あのー、オールアバイトに載っていた2007年10月の金利なんですよ。で、2007年10月、えー、これですね。 変動金利の適用金利の見直しとなった月で変動金利は各金融機関ともに0.25%上昇し転倒金利で2.875%になりました今年2月に決定した利上げによるものの影響日銀による利上げはその後見送られていますがいよいよ変動金利も3%になるのではないかで。 これで見るとですね、大体変動金利で、えー、住宅ローンを借りるとですね、3%から、まあ、3%後半、4%いくかなみたいな感じなんですよ。で、それで、ちなみに今、まさに今、もう今はこの金利では借りられないんだけども、先月いくらぐらいの金利で借りれたか、住宅ローン。えー、っとね、変動金利で、えー、10 2007年10月の段階で大体3、4%だったもの。ほんまさん 今何パーセントだと思いますかいやーもう家なんて買えないから知らんわ。いや <laughs> そういうに。今今,今そうだな4.5ぐらいか。いやいやいや、えー、っと、あの当時の工程部合が0.75%。で、今は、今っていうか、その先月まではゼロです。つまり、うん 政策金利は今年の方が安いんですよ。で、政策金利に合わせて住宅ローンも変動しますから。あじゃあ、下がってるわけ、はい、下がってます。だから、去年、えー、こ先月まではま正確にはに、えーま、先月までいいか、2024年の7月まではですね、あーの0%だったんですよね。で、これを今回0.25%に上げた状態です。で、2007年10月あたりは0.5から0.75です。 0.5 7 0 5から0.75の時の住宅ローンが34%なんですよ。ってことは今の金利はどれぐらいだと思いますかうーん 1. 何パーぐらいか。じゃあこれがですね「うん、あの住宅ローン変動ランキング」っていうふうに書いてるんですけど見てください本間さん。うん えー、金利はですね、一番安いペイペイ銀行だとです安いなぁ、もう安い、ればの話安いなんてもんじゃないです、本間さん、ただです、うん、もう賃貸なんか、アホかっていうレベルの高さ加減なんですよ。で、まあ、池田泉州銀行、これ、関西の銀行ですよ、0.32%、au 自分銀行、0.329%。 住信 SBI ネット銀行0.33%でまあようやくちょっと大手の埼玉リソラ銀行とかリソラ銀行は0.34%三菱、えー、UFJ 銀行は0.345%で京都信用銀行は0.375%つまり大体いい10分の1ですでこれねじゃあ金利調達コストが上がる恐ろしさっていうのは 例えばですね、えー、シルポトってサイト知ってますもちさん。いえっと、これね、日銀が運営している、えー、金融広報委員会というところがあって、ここでね、返済のシミュレーションができるんですよ。なんですけど、今開いたら、日柄にやり、シルポトサイトをご利用いただき誠にありがとうございます。現在、システムメンテナンス中なんで、えー、ちょっとあの別のところ探しますね。えー。ーんなんか使えねえな。こんなさ、時期に。 昼間ですよシルルポルトこんな時にさあの昼間ですよほんまおがやってるのってあかみですから仕方ないんで、うん、えっとこれあの新生銀行のところで、うんまあ、例えばですねえっと3,000万円ぐらいの家を借りるとするじゃないですか。でこれ借り入れ期間を35年とするじゃないですか。 でじゃあこれ年収かちょっと待ってねこれです、えー、例えば3,000万円の家を借りる買うときに、えー、35年ローンを組みますとで35年ローンで次じゃ金利は、えー、自由に設定数で一番安かったら例えば0.25ぐらいにしましょうかこれにするとあーのーこういうふうになります、うん、返済、えー、は、まあ、3,000万円の家を買うのに金利はですねたったの、えー、30年間で 134万円なんですよ。うん。バレやすくないですかもう,もうこんなクソみたいな。うん、それだったらもう不動産買うわな。うん、だからマンションがめちゃくちゃできてるわけですよ。じゃあこれがね、例えば4%になったとしましょう。どうなるかというとですね。いきますよ。はい。うーん。つまり。あ、すごいな。えー、この。 3000万円の家を0.25%の金利で買うときは3,134万円でいけるわけなんですけども金利が4%になるとですね5,597万円になるわけです。これが調達コストが上がるっていうことです。でこれ当然住宅ローンだけ上がって企業への金額融資の金利が変わらないっていうことはありえません。うん でそうすると、あのー、住宅ローンの金額だけじゃなくってですね、えー、企業に貸し付けする金額もあるわけなんですよ。でこれ固定金利とか変動金利とかいろいろあるんですけど参考までに言っておくと私が調達してる金利って一番安い金利で1%他のその、えー、っと変なあの事務手数料とか、えー、他かのなんかこれ借りてもらう代わりにこれ払ってくださいとかそういうのはなし。 ちなみにあの都市銀行とかメガバンクはそういうことやってくるんですよね<ー>腹立ちますよね、うん、まあそういうのは抜きにして1%で <laughs> 1> 高くっても1.3%で固定金利で借りていますだいたい10年ぐらいで借りてるんですけどもまあこれで一月満札の上のためにね市民さんはうんく円ちゃんと借金してですねあのやってるわけですよ何気に頑張ってるわけですでですけどあのこの 金利も高くなっていくわけですよ。まあ固定なので、えー、上がっていかないけどね。でも新しく借りようと思うと高くなっていくわけですよ。じゃあ今大体どれぐらいのねあの金利コストを払ってるのかっていうと、えー、これ本間さんの会で見た人ほとんどいないと思いますけど、これ財務省が発表している、えー、年次別法人企業統計調査というのがございまして、でこれ一体何なのかっていうと日本の企業の全売上 全コスト、全、えー、利益っていうのを概算で試算しているというですね、まあ、そういうものなんですよ。で、うん、これがあの令和5年度の分あ、令和4年度の分といくというですね、えー、日本の企業というのは売上高が1578兆円で、経常利益は95兆円であると、こういうふうに出てるわけなんですよね。で、この中にですね、支払いコストっていう、あの利息っていうのが出てくるんですよ。で この利息っていうのが一体日本企業は全体でどれぐらい払っているのかというとですね、えー、まず日本企業全体の借金って概算でいくらぐらいだと思います企業はいあの売上げ1578兆円の企業が、えー、と短期借入金と長期借入金合計して大体どれぐらい借金してると思いますか まあもうちょっと言うと年収1500万円で毎年95万円貯金できる人がどれぐらいの借金を抱えているかうーんどれぐらいだろうな大体でうーん何とも言えないな3倍ぐらいえーっとそれは利益の売り上げの いや利益の3倍あ利益の,3倍,、ね、利益の3倍だと大体3000おと300兆円ぐらいじゃないですかうん、うん、そうじゃなくってですね大体600兆円ぐらい借りてます<ー>でこれに対しての年間の支払い利息はいくらなのかっていうとですね1.16%これ私が計算したんですけど約7兆円なんですよ600兆円借りてきて1.16%の利息を払ってるんですよ、うんうんうん で、さっきの住宅ローンを思い出してほしいんですけどこれが高くなるわけこれが1.16%で借りられていたやつが3%になったら4%になったら、うん、3倍とか4倍になったらどうなるか。 これ、あの、さっき見せたのは、この住宅ローンの、えっ、ー、と、推移ですけども、まあ、これはちょっと、まあ、0.25%とね、あーの4、4%の比較なので、かなりの大きい差になりますけども、年間の利払いはですね、7兆円が、例えば3倍になったら21兆円、4倍になったら28兆円、うん、払う必要があるわけですよ。で、しかもこれ、年間だけで見てるから、 あの福利で考えるともーっとコストが上がっていくわけですよ。でそうするとですねあののー、営業利益が低いい会社というのは持ちませんよねだからねパソナの竹中平蔵とかいい時にパソナの会長辞めたなって思うけど営業利益1%ぐらい人材派遣業なんて大規模金融緩和がなかったらできなかったんですよ。でこういう。 金利がある世界になってくると無駄なことができなくなってくるじゃないですかうん、うん、でそうすると例えばリニアあるいは北海道の新幹線も延伸が止まったりしてますよね、うん、工事費の増大とかっていうのでう、ね、でこうやって大、まあ、当然万博もそうですこういうふうに万博とかって大量の無駄金を集める必要があるじゃないですかそれの調達コストが三倍四倍 にななってくるとです、ね、もうできないんですすねもうきいんよだから地味花子さんとしてもこれ以上は調達コストも上がるから無理、まあ、地味花子さんがここまで理解してね言ってるっていうのはもう絶対ありえないと思うんだけども多分、まあ、あの神田財務官あたりがなかなんか内閣官房参与にねあのなられたりとかしたからこそ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 っていうふうにこう言ってさっさと盛り上げしたその日の夜にですねもうこうやって増額無理とかって言ってるわけですよ。 だからオリンピックとかもそうですよ皆さんあの大規模金融緩和アベノミクスがなかったらこんな巨大な無駄は作れなかっただから利上げが起きるっていうことはそらく万博もっとと火の車になると思う,うんだってスポンサー集めとかできないよこんなん大規模金融緩和無駄な金なんかいくらでもジャブジャブ調達できるわっていう環境からちゃんと真面目に いいものに投資しないと無理だっていう世界になるんですよ。うん。無駄がダメ。だから。危険じゃん。だいぶ危険ですよ。万博は特に。万博は特に危険ですよ。な、まあ、万博がね今年やってたら乗り切れた。けど来年でしょ。いやこれますますやばくなってくると思いますよ。 なので、もう利上げで大規模開発とか大規模イベントっていうのはやりにくくなると思います。なるほどね、うん、っていうか、あのばらまききがでななくなると思ううん,うん、うんうん、これ、ちなみにあのなんか日銀利上げとかっていうふうに言ってるけどいや、ばらまきできなくなった自民党とかって、政権維持できんのかなっていう気はするんですけどね。 まあできないだろうねかなり厳しいと思いますよ。だから自民党としてはね、うん、いつまでもやっててほしいわけじゃん、うん、大規模緩和さ。うん、でもそうすると、円安がずっと続いていって、そう,そうです、そうで、ん、す、ね。まあ、株とか持ってない庶民にとっては苦しみが続くわけうん、うん、どっかでやっぱりやめなきゃいけない。うん で今方向転換を図ろうとしている、うん、でこの転換期にああいう万博みたいな無駄遣いの象徴みたいなものをやっていると、うん、とんでもなく金額が膨れ上がっていくと。多分ね吉村さんとか馬場代表はこういうこと知らないと思うからなんでお金集まらなくなったのどうしてどうしてみたいな多分、ね、そういううい感じになってくると思うよまあそうだろうね。うん マイヌにはそういういい話は分かんないその辺に転がってる餌を毎日食ってるだけだからさ多分彼らからしたらばらまきなんてあって当然っていう感じだったと思うんだけどもそういうのはできなくなっていきますこれが多分ねどうするんやろうでただこれ当然ねあのー、金利調達コストが上がるっていうことは皆さんのお勤めの会社の にもしわ寄せが来るわけなんですよだからそれは当然あるんですけどもまあ日本銀行、えー、財務省の法人企業統計調査でいくと経常利益95兆円じゃないですかで利払いコストが例えば20兆円上がったとしても吸収できるでしょだから大丈夫だっていうふうに思ってるわけですよまあ私がねおそらくねあのこういうふうにね財務省の官僚にねあの岸田首相はね吹き込まれたんだと思います。 いや、首相大丈夫ですと。日本経済0.5%から0.75%まで金利を上げても大丈夫です。問題ありません。こちらの資料をご覧くださいとかっていうふうに言われて、あの、この財務省の法人企業統計調査をこうやって出されてね。 で,こ,でこうやって「あーだこうだどうのこうのあだこうだどうのこうの」言うわけですよ。ね。金利が上昇することによってね、あの確かに支払いの調達コースとかありますか首相、見てください。こちらの支配利息が増えて私も、あだこうだどうのこうだ、日本企業には影響がございませんって説明されて、岸田さんが理解できると思いますかうんそれは無理だ絶対無理でしょ。あそうそうそうなんや。へーちじゃあ大丈夫だよな。っていうふうに言った後に、しかも首相、金利が上昇することによって、いっぱい選挙に行く。 高齢者ののの皆ささんの世帯の資産所得を見てくださいこれだけでございます。これに、彼らの預金、定期預金の金利も上がるということであればですね、皆さん、ちゃんと感謝するわけですよ。これで自民党政権ももう大丈夫でございますって、こうも、たぶこ,こうやって説得されたんだと思います。で、とはいえ、金利コストが上がるっていうことはですね、借り入れしにくくなるっていうことなんで、 多分ひどいこととにはなると思うね、うん、だけどバブル崩壊の時の総量規制の時もそうだったけども不動産価格上げすぎてるからなんか総量規制っていうのやったらなんか落ち着いた政権なんかうまくいくんだろうとかっていうふうに思って送料規制キュッて絞っちゃったらもう大暴落でとんでもないことになったじゃないですか。そうねバブルが崩壊した時ってそうだったよね。そううです<え>あののののの当時の銀行局の局長の大倉賞の本ととかかっってて読むともも何にいいない あの政治家たちがとにかく総領規制しろそしたらなんか俺の支持率上がるんだろうみたいな感じでやってたんですよで今回起きるのは営業業利益がが低くくっててカてツカツの企業が壊滅していくっていうこととになると思いますこれがどういう影響を受けるのかっていうのはもう私には分かりません、うん、<laughs> なので、うん、ちょっと先行きは見えない感じなんですけどいいこともありますよ あのー、カツカツでダメダメな企業が、えー、低金利政策によってですねなんとか持っていたっていう状況からきちんと真面目に頑張らないとダメな企業に変わっていく。でそういうとなんかひどいことじゃないかって思うかもしれないけどあのー、この低金利政策って30年間くらい続いてるわけですよ。で30年間ねもし皆さんの定期預金に4%とか5%とかついててみ とんでその分企業が得してたんですよ主に大企業が。うん、だからこの低金利政策っていうのは皆さんがつくはずの金利もらうべき金利っていうのを引き剥がして大企業にばらまきでそして無駄なことをやりまくったっていう政策なんですよ。でそれの象徴が東京オリンピックであり。 そしてこれから始まる大阪万博ですよなのであのーまあ、当然メリットデメリットありますよ日銀の利上げっていうのはだけど自民党壊滅するんちゃうんっていう可能性は一つあります壊滅しでももう,もう自民党支持してるねなんか町の街のあのなんかおっさん経営者たちもまとめてもう,もうあれですよくちゃな電化が巨神社へ持ってきて「焼き尽くせ!」って言ったボボボって感じで。 ただ、現状を0.25%では焼き尽くして、シュポンぐらいなんで、0.75%が一番本当に今年中で上げたら、もう巨人、ごわーですよ、もう。も,もう万博も、万博も、あの、オーブの群れが、こう、あれあれが一心、利権よこせ、利権よこせ、利権よこせってやつが、もう日銀上田総裁がこう、で、ぽーって、焼き尽くされて。 あそれいいねああだから結構私は自民岸田首相はこれ自分の支持基盤焼き尽くす可能性がって分かってやってんのかなっていうのが <laughs> かなり不思議なんですけど <laughs>、えー、ちょっと今日は、ね、今日はねちょっと、えー、本間さんの会では珍しく日銀ネタと。 まあ万博大型イベントっていう形でえ取り上げさせていただきましたえーちょっとねあのどうしてもちょっとやっぱり上げかなり日銀総裁の発言が高派的だったのでちょっとびっくりしたのでこういう会を取らせていただきました、えー、本間さん本日もどうもありがとうございますありがとうございますはいチャンネル登録といいねよろしく今日もダクションじゃにーはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですねえーなかなか メディア、ラジオ。いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。